どうも、セナです。今日はですね、最近要望が多くなってきました。セナ流のスキンケア法を紹介していこうかなって思ってます。なんか使ってる洗顔は何ですか？クレンジングは何ですか？乳液はっていうのをもう一個一個逐一答えていくのではなく、この動画でこうまとめてね、まとめてこう引きつけて打つみたいな、そういったスタンスでセナスキンになるためのスキンケア法を紹介したいと思います。はい、僕がまず紹介するのがこれ、じゃーん、 MDNA スキンザフェイスウォッシュクレンジング兼洗顔ですね。セナスキンの大前提として、まず最初に何をするかっていうと、ゼロにする、無にするっていうところから始まるんですね。セナスキンはそこから始まる。逆に言うと、ゼロにしてない、無にしてない状態ではセナスキンケアが始まっていかないんですね。で、じゃあどう無にするかっていうと、無にするっていうのは汚れとかこう皮脂、そういうものを一回こうリセットするっていう感じのイメージでいるんですけど、それでうってつけなのがこのね、これなんですね。で、これのいいところはとにかくごっそり、匂いもかなりクールな、ちょっと柑橘系な感じなんですけど、つべこべ言わずにごっそりいくスタイル、僕にとってそういった意味でも、これなしではちょっとセナスキンケアは始まらないかなっていう、開幕しない感じですね。はい、続いて紹介しますのがこちら、じゃーん、ランコムジェニフィックアドバンスト。これは、化粧水前につける美容液で、これもう本当に今回紹介する中でもかなり重要な役割で、もうこれ めっちゃいいんですよ。で、めっちゃ良すぎてこれがないちょっと将来が見えない。で、何がいいかっていうと、これを化粧水とかの前に使うと、その化粧水とか の浸透とかも良くなったりとか、実際にこれだけでも肌を再生するようなこう効能があったりとかして、で、その後の化粧水とかも効くし、これ自体もそのなんか強いしで、ね、一言で表すと肌が海、肌が海ですね。そのぐらい、もうこれがない将来見えないし、肌海だし、もっちりするし、肌が海。はい、続いて紹介するのがこちら、じゃーん、 SK2 フェイシャルトリートメントエッセンス。こちら用途としては化粧水です。まず導入のきっかけとしては、いろんな人にお勧めされたからっていうところがあったんですけど、使ってみてやっぱこう多くの人が使ってるには訳があるなっていうのがもう第一印象で、僕これコットンに浸して使ってるんですけど、肌のキメが以前より細かくなって、若干こう透明感がアップしたなみたいな、そんな感じで、あ、これもう人類は黙ってSK2だなってしみじみ思いましたね。人類は黙ってSK2って。はい、続いて紹介しますのがこちら、ドクシタンイモーテルプレシューズクリーム。こちらは用途としては保湿クリームですね。で、とにかくセナ流はやっぱ乾燥させない、乾燥は罪、保湿は正義って感じで、とにかくこれを全工程が終わった後にムラがないように薄く塗ってあげると、それまでにゼロにして栄養を入れてってやつを全部守ってくれると。逆に言うと、これないと今まで入れたやつの効果が半減してしまうというか、もったいないことになってしまうので、これで保
保湿する、それまでの成分を逃がさない、キープするみたいな感じですね。まあ、とにかく乾燥は罪、保湿は正義。はい、今回紹介したテナスキン、まとめるとまずゼロにする、無にする、もうサラチを作る、これでテナスキン開幕で、そこから吸収を良くするっていう意味で美容液で、人類は黙って SK2、 これで栄養を入れます、入れました、これでキープ。この、まあ、大体4工程でセラスキンは完成するっていう。セナ流はこれがナイトケアですね。機会があればセナ流の朝ケアを紹介したいと思うので、また機会があったらやろうかなって思ってます。そんな感じでセナスキンケア紹介でした。以上、セナでした。